宮島水中花火大会と錦帯橋うがいの旅第2編。2日目の朝、ホテルから呉港の眺望です。広島平和記念公園に到着です。広島平和記念公園は、広島県広島市中区中島町にある無料の市民公園。原爆ドームの名で知られる広島平和記念碑は、日本の広島市に投下された原子爆弾の惨禍を今に伝える記念碑です。もともとは、広島県の様々な物産を展示するための広島県物産陳列館として開館され、原爆投下当時は広島県産業奨励館と呼ばれ、ユネスコの世界遺産に登録されており、二度と同じような悲劇が起こらないようにとの戒めや願いを込めて、特に負の世界遺産と呼ばれています。秋の宮島へ向かいます。現在のものは平安時代から数えて8代目にあったものです。The Great Torii stands about 16 meters high. The roof is 24 meters long, and the circumference of the pillars is about 10 meters. First constructed in 1168, the present Great Torii is 厳島神社の大鳥居が見えてきました。The base of the Great Torii looks to be buried deep into the seabed, but in fact is just placed in the sea and stands by its own weight.海を敷地としたユニークな配置コンセントを規模の数台まで見られており、平安時代の建築様式である朱塗りの神殿造りが美しい日本屈指のお社でございます。創建は東宮水戸天皇の時代に遡り、12世紀になり平清盛公によって現在のような姿に改められたのでございます。誕生時には山の緑を背景にした厳島神社が青い海に浮かび上がる姿は、皆様方のどちらへのお礼を出すことでございます。厳島は日本の瀬戸内海西部、広島湾の北西部に位置する島、通称は宮島、また秋の宮島とも言います。行政区分は広島県廿日市市宮島町。
天気の良い日に見られるさざ波が回廊の天井に映る現象です。午前中に行われた玉取り祭の櫓があります。錦帯橋に到着です。錦帯橋は山口県岩国市の錦川に架橋された木造のアーチ橋です。日本三名橋や日本三大奇橋に数えられており、名勝に指定されています。夏の風物詩錦帯橋のうがいは、古式ゆかしい衣装に身を固めた武将が巧みな手綱さばきで鵜を操る伝統漁法です。2日目の夜も更けてきました。ホテルに帰って休みます。